ちゃん、はい、浜ちゃんトーク、はい、浜ちゃんです、はい、こんにちは。こんにちは、タベルさんです。これは量産車とその変わらないらしいですね。あ、そうか。セルモーター、オルタネーター、オルタネーター、あとウォーターポンプ は量産車とほぼ変わらない、量産車と型があんまり変わらないので 13G でも 13B だ。必ずここは 13G までは必ず 13B のまま、はあ、はい、これは市販のやつになってるみたいな感じ。まあ厳密に言うと違うんですけど、うん、はい、それはどうなんですかね、モディファイしたんですかね、その元の 13B のハウジングから、型を起こすのがっていう言い方はされてるのが多いですけど、うん、ただやっぱりこのハウジングのここの横の部分が、うんうん、市販車と違ってフラットになってて、はいはい、スリムになってるのはここのそのシャシーとの兼ね合い、ウィンクパーというか、うんうん、ディフューザーまで立ち上がりが運転席の下から始まってるので、もうそこはカットしたいと、やっぱりカットしないと、うんうん、スペース上やっぱりシーカーにするのに、カットして、あのエンジンの幅を狭めた。で、昔の 13B だとスポーツキットだとここら辺にオルタネーターがあったり、はい、横にあったんですけど、うん、それも全部上に持ってきてスリムにして、できるだけ幅を取らないようにね、下の方がね、ウィンカー形状を実現するためにこういうふうにするというのが、ポニシーカーならでは、まあ、オイルがね、デリバリーみたいなね、オイルがガソリンね、はい、うん、でこれが噂のこの調整のこれですね、ディストリビューター87年2度、ね、尾形メカニックが2度、エンジン担当のメカニックがピットで2度ずらしてやったっていうのがこのディストリビューターですね、はい、そういう判断がなければ、ブルセンサーですね、はい、その判断がなければ乾燥してなかったかもしれない、ね、87年7位がなかったかもしれないのはここのクランプアームですね、はい、はい、素晴らしい。で、さっきも松浦さんが言ったようにエンジンマウントができないので、ここにエンジンマウントつけて、これセンターじゃなくて、で前に行って、前に、そうか、はい、でここのサブフレーム、このエンジン周りのサブフレームに接合するようにどうしてもね、ロータリーは、ロータリーはそのレシプロのあのエンジンブロックのように使えないので、合成体としてエンジンを使えないので、まあ、マウント位置とか、あとオイルパンの強度とか、まあ、もしくはその後はそのなサブフレーム的なものが使えない、ストレスメンバーとして使えないので、うん、このセカンドハウジング、一番剛性のあるこの一番大きなハウジング、これが3ローターならではのセカンドハウジングですね、うんうん、今まで2ローターだと1、2にあったのを、そうですね、この2つが通常のその2ローターの2ローター分を前にプラスして1ローターつけて、ここに軸受けが入るので、このセカンドハウジングの厚さがあると、はい、なのでここ一番強いのここでマウントしてるという、でサブフレームとここのサブフレームとここにギアボックスとかにマウントする、